僕は今までこの話を誰にもしたことがない。飛行機のパイロットだった僕はエンジントラブルで砂漠に不時着した。たった一人で飛行していたから自分でエンジンを修理しなければならなかった。飲み水は一週間分しかない。夜になり僕は砂の上で眠りについた。ねえ、羊の絵描いて。びっくりして飛び起きるとそこには真剣な目で僕を見ている王子様のような少年がいた。羊の絵描いて。え？お願い、羊の絵描いて。絵は描けない。いいから描いて。僕は言われるがままに紙とペンを取り出して殴り書きをした。違う違う、蛇に飲まれた象なんていらないよ。欲しいのは羊なの。そこで僕は次々に描いてみせるのだが、少年は首を縦に振らない。ほら、箱を描いてあげたよ。この中に羊はいる。わあ、そうだよ、僕はこういうのが欲しかったんだ。わあ、この羊、草をたくさん食べるかな。ねえ、この大きな置物、何？これは置物じゃなくて飛ぶんだ。僕の飛行機。え、君空から落ちてきたの？どの星から？ってことは君はよその星から来たの？それから3日、王子様はいろいろなことを話してくれた。遠い星から来たこと、その星は家1軒ほどの大きさのとても小さな星だということ。5日目、彼はいきなりこんなことを聞いてきた。ねえ、羊は小さな木を食べてしまうの？木を食べるなら花も食べちゃうのかな？羊は何でも食べちゃうよ。トゲのある花も？なら、トゲって花に乗ったって何の役に立つのかな？何の役にも立たないよ。きっと意地悪な花にはトゲができる。そんなの信じられない。花はとっても無邪気でか弱いんだ。適当に答えたんだよ。そんなことよりも僕は今大事なことをやってる最中なんだ。君は大事なこともそうじゃないこともごちゃ混ぜにしてるよ。役にも立たないトゲをどうして花が苦労してまで作るのか。それは僕にとって大事なことなんだ。もし羊が花を食べてしまったら僕にとっては全てが消えてしまうようなものなんだ。僕は何も言えなかった。少しの沈黙の後、王子様は愛するバラの話をしてくれた。あら、失礼。わあ、なんて綺麗なんだ。そろそろ朝ごはんの時間ね。私に何か用意してくださらない？ うん、お水をあげるよ。僕はこうして毎日彼女のお世話をすることになった。美しいバラの輝きと素晴らしい香りは僕の星をとても華やかなものにしてくれた。私にはトゲがあるから虎が来たって平気なのよ。虎なんて僕の星にはいないよ。それに虎は草を食べないし。私、草じゃありません。虎はちっとも怖くないけれど風がとても怖いの。ついたてはないかしら。夜はガラスケースをかぶせてほしいの。あなたの星ってとても寒いわ。位置が悪いのね。私が前にいたところは。え、君はここで育ったんだよね。ねえ、ついたては？取りに行こうと思ったら君が喋ったんじゃないか。こんな調子だった。バラはね、天の弱なだけだったんだ。彼女のしてくれたことを見なくちゃいけなかった。彼女はいい香りで包んでくれたし、僕の星を明るくしてくれた。僕はあまりにも子供で、それがわからなかった。少しずつ一緒にいるのが辛くなって、星を出ることに決めたんだ。さようなら。さようなら。私、バカね。許してね。私ね。あなたのことを愛していたの。お幸せにね。ガラスケースはもういらないわ。でも風は平気。夜風は涼しいし、毛虫ともお友達にならなくちゃ。
これからはあなたがいないんだもの。大きな獣も怖くないわ。私にはトゲがあるんだもの。さあ、言ってちょうだい。バラと別れて王子様は5つの星を見て回った。そして7番目に訪れたのが地球だった。いや、やあ、ヘビ君、ここはどこ？砂漠さ、お前はどこから来たんだい？ちょうど真上にあるあの星から来たんだ。愛するバラといろいろあってさ。うん、俺は触れたものすべてを母なる大地に返すことができる。もしも故郷があまりに寂しくなったら助けてあげるぜ。オレゴー。わかった、覚えておくよ。うん、僕は砂漠を横切り、バラの花がたくさん咲いている庭園を見つけた。ああ、彼女ここを見たら気を悪くするだろうな。世界に一輪だけの特別なバラだと信じているのに、実はどこにでも咲いているありふれたバラだったなんて。その時、一匹の狐が現れた。こんにちは。こっちにおいでよ、一緒に遊ぼう。君とは遊べないな。だっておいらは君に懐いていないから。懐くって何？絆を作るってことさ。今のおいらは君にとって世界中にいるたくさんの狐の中の一匹に過ぎない。でも仲良くなって絆ができると、おいらたちはお互いに必要な世界で唯一無二の存在になるんだ。なんだか僕分かってきた気がする。何がさ？僕の星にはバラがいてね、僕はそのバラに懐いていたんだ。長い時間をかけてバラとの話をした。そして僕たちは友情という絆で結ばれた。数ヶ月が経ち、お別れの時が来た。ああ、おいら泣いちゃいそうだ。ねえ、もう一度庭園のバラたちに会いに行ってごらんよ。そうしてまたおいらにさよならを言いに帰っておいでよ。そしたらとっておきの秘密を教えてあげる。僕はもう一度5000本のバラたちに会いに行った。そっか、ここにあるバラは僕のバラとは違う。僕にとっては何の思い入れもないバラだもの。絆ができる前の狐と同じなんだ。それから狐の元へ戻った。お別れだ。さあ教えてあげる。大切なものは心で見るんだ。大切なものは目では見えない。君のバラが君にとってとても大事なのは、君がバラのためにたくさんの時間を使ったからだ。時間をかけて仲良しになった相手のことを絶対に忘れちゃダメだ。君はバラを守るんだ。僕がバラを守る。王子様の話を聞いているうちに砂漠に降り立って8日たち。もう水は底をついていた。僕たちは井戸を求めてあてもなく歩いた。砂漠って綺麗だね。砂漠が綺麗なのはどこかに井戸を隠しているからなんだよ。え？大切なものは目では見えないんだ。王子様の言葉に心が打たれるのはきっと一つのバラを大切に思っているから。バラの面影こそが王子様の中でランプの炎みたいに輝いている。星空の下を歩き続け、やっとたどり着いた井戸から僕たちはゆっくりと水をすくい、二人で飲んだ。ばあ、うまい。ああ、なんておいしいんだろう。あのね、僕が地球に降りて
明日で1年なんだよ。さあ、君はもう飛行機のところへ戻らなくちゃ。明日の夕方、君を待っているから、また来てくれるかい？もちろんさ。なぜだか不安で仕方なかった。次の日の夕方、約束の場所に着くと、王子様が誰かと話しているのが分かった。君は強い毒を持っているよね。僕はそう長く苦しまなくてもいいんだね。分かった。さあ、もうあっちへ行ってもいいよ。一体なぜ蛇なんかと話をしているんだ。僕は今日星へ帰るよ。すごく遠くて難しいけど、今夜僕の星は僕が降りてきた場所のちょうど真上にやってくるんだ。僕の星は小さすぎて正確な場所を教えてあげられないけど、でもその方がいい。君にとって僕の星は全ての星のうちの一つなんだ。だから君はどんな星でも見るのが楽しくなるね。あのね、今夜は来ないでね。僕は君のそばを離れないよ。さようなら。そう言うと王子様は音も立てずにいなくなってしまった。夜になり、僕がようやくその場所にたどり着いたとき、王子様は覚悟を決めたようだった。ああ、君来たの。僕は死んでしまったようになるんだ。僕の星は遠すぎて、この体は重すぎて持っていけないんだ。でもこれは残された古い果物の皮のようなものなんだよ。古い皮なんて悲しくともなんともないだろ。いやだ。僕を一人で行かせてね。僕のバラ、強がりだけどとってもか弱いんだ。それにとっても無邪気なんだ。守るものは四つのトゲ以外何も持っていない。さあ蛇よ、僕をバラの元へ連れて行ってくれ。僕はこれまで誰にもこの話をしなかった。王子様が自分の星に帰っていったということを僕は確信している。空を見上げてごらん。そして彼の星のことを考えてみてほしい。何億もの星の中に彼はきっといる。バラと仲良く過ごしているだろう。僕は星たちを眺めるのがますます好きになった。大切なことは目では見えないんだ。